ます。じゃあ今日とにかくバップと、とにかく青森の方から大勢来てもらいました。挨拶。バップの代表高坂です。私久しぶりに、こちらに来てもらいました。ユーさんとはもうかなり長い付き合いをさせてもらっています。今日は大勢来てますので。はい、ありがとうございます。じゃあここが南で、今日初めに使うフィールドはこの北側のフィールドです。でここが今セーフティーゾーンですね。ここでどういうふうに使うかっていうと、これを対角線上に使います。スタート位置が一つはこの辺、もう一つはこの辺になります。でフラッグをこことここに、いざ、よっしゃー、すいません、ね、で、これで全部どうしましょう。ここはちょっときついっすね。いきますか。あともう5分ないとは思いますけれども、お、どっちかな？どっちでしょうね。多分自分が取られたんじゃないか。取られ、ああ、楽しいですね。どんでしょう。やっぱりいましたね。何タだ。4リッター。あれに、まあ、水入ったの3個準備してあります。それがまずこの赤丸です。これを設置します。で、要はこれを持っていくゲームです。で、まあこの青いのが基地ということで、スタート位置ですけど、まあ基地になる。で、これにこの3つある字の2つを持ってった時点、チームの勝ちになります。まあ自軍の基地です。持ち帰ったチームの勝ちになる。で、
ボホップにやれちゃう。あれって、あの極大射程かなんかに出てたやつ？カズで、この人がカズチが何か、はい、昨日これわかんない、コントロークを多いこれ楽なんすげえかわいい。あとはなんとか向こうは左がすぐ取れる。暗すぎるからね。まあ渡りそうもないけど渡れちゃった。行ってみる。とりあえずだから。じゃあ抱負お願いします。イエローの笛、レッドの笛でカードお願いします。チェタックを倒す。任せろ、2秒で死んでやる。腰巻いてはいや。ところでフラッグどこ持ってんの？あ、そうか。まずは1本ゲット。俺の仕事は終わった。じゃあ。やばいね、歩ったりする。